コツの申し込み部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にありますワンピースオデッセイですね。こちらはゲームなんですけれども、それのね、遊びストア限定特装版っていうやつを購入しました。はい、まあね、箱が結構ね、普通のゲームだけだったらね小さいんですけれども、こういう箱に入ってるんでね、これ一周回すまでもなく柄がねほとんど一緒なんで、はい。でこちらのねプレステ5版、こちらをね購入しました。でなんでねこれを購入したかってね、ゲーム自体はやるつもりはなかったんですよ。漫画とかアニメのキャラのゲームってあんま好きじゃないんですよね。だからほとんどやらなかったんですけれど、ちょっとこちらのねワンピースオデッセイの体験版をちょっと遊ばせてもらいまして、それをやった感じがめちゃ面白かったですよ。結構ねやっぱワンピース好きだったらありだなっていう感じだったんで、体験版やった後にあこれやちょっと続きやりたいなっていうことで買いました。でどうせだったらフィギュア付きを買おうと思ってね、まあ言っちゃったけど、この特装版はフィギュア付きなんですよね、限定のフィギュア付きということでね、はい、遊びストアのどこから買いました。はい、一応ねこれ店面、店面を見るとねここに遊びストア購入特典TP 回復プチジュエリーが入手できる特典コードって書いてあるんですけれど、だいたいこういうのはね使わないですね私ね。特典コードとかね、ということでね今回はこちらを開封したいと思います。では早速ね箱の中身の状態をねまず確認しますか。はい、中身をねちょっと確認して見たいと思います。蓋を開けるとねすでにこうプレステ5のワンピースオデッセイのゲームソフトが入ってますね。はい、でこれがエキスパンションダウンロードコンテンツセットですね。はい、これも多分使わないですね私はね。はい、でこのねソフトの下の台紙を取ると、はい、多分これがフィギュアですね。まあほぼほぼフィギュアの箱ですよねこの外箱も。はい、はい、箱のね底はねこういう絵柄が入ってますね。結構細かいですねそういうところはね。はい、はい、で取り出したのがこちらですね、フィギュアの箱ですね。はい、ワンピースオデッセイ、これはちょっと回転させますか。ということでね箱をざっと見てもらいましたが、ちょっと気になるな、後ろの背面なんですけど全部英語ですね。あれもともとは海外向けに販売しようとしたんですかねこれは。ここに Not for Individual Sale、なんだろう、はい、とりあえずね、こちらのフィギュアの出来をね確認しましょうか。はい、一応ねブリスターをざっと回転させてみましたがね、箱の割にちょっと
フィギュアがかなり小さいですね。もっと大きいかと思ったんですけれども、はい。ではね、とりあえずブリスターから取り出しましょう。はい、開封しました。いやね、まあ実際ジオラマとしてね完成されたフィギュアなんですけれども、まあ、この手と比べると分かります通りかなり小さいんですよね、うん、でもねそれなりにクオリティは高いですね、まあ、まずねルフィですね、うん、で隣にはねゲームのオリジナルキャラクターのリムですね、はい、こちらの2体ですね。で岩肌の台座にこのね謎めいた四角い箱、はい、まあ、自分まだね体験版しかプレイしないんでね詳細全然わからないんですけれどもね、この箱の正体もね、うん、でこのねリムが抱えているねこのひょうたんみたいなペットボトルみたいなやつね、これもね意味はまだわかんないですね私ね、うん、大事そうに抱えてますけど、じゃあ実際ねちょっとね詳細近くで見てみましょう。はい、まずはルフィですね。うん、いいですね、もうルフィって感じです。はい、よくできてる。でちゃんとねここのねジーンズのねこのね白い、うん、このスレ感っていうのかな、そういうのもねちゃんとね再現されてますね。で岩とかはね一応グラデーションにはなってますね、うん、グラデーションされてます。この四角い箱もちゃんと模様がねくっきりと彫られてますね、うん、結構丁寧に作られてはいますね、はい、でリムの方、リムの方はねこれ似てますね、うん、まあ、ゲームやってない人はわからないと思いますが、まあ、実際私ねゲームやって、うん、見た感じかなり似てます、うん、まあ、そのまんまって感じですね。よくできてる。でこのひょうたんはねひょうたんなのかわかんないけどね、これはクリアパーツで、うん、完全に透けてますね。この足、細い足もね綺麗に作られてますね、うん、うん、いやこれはかなりいいと思いますね、うん、ただボリューム的な感じで言うとちょっと物足りないかなって、もうちょっとね二回りぐらい大きくしてほしかった。もう思ったより小さいわこれ。いやこれほんと想像以上に小さかったな。はい、まあ、とりあえずねでもこうやってみるとね構図的にはねめっちゃいいですね、うん、これはいい、まあ、逆にね小さいからかさばらないんでどこにでも飾れるっていう利点はあるかと思います。プラスでね、前向きなコメントで言うとね、うん、どこにでも飾れるサイズ。はい、ではね最後はね背景を変えて回転台座に回してお別れしたいと思います。ぜひこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。